木道野球場は韓国のソウル特別市にある野球場。1989年に会場、2007年まではアマチュア野球の専用球場として、主に社会人の同好会中心の野球大会に使用されており、プロ野球の開催実績はなかった。2007年開幕前、現代ユニコーンズの農協中央会への見売り話が、 持ち上がった際はこの球場が新球団の本拠地球場有力候補となった。ただし、プロ野球の本拠地球場として使用するには、ロッカーなどの設備が不十分だったため、もしプロ野球の本拠地球場として使用する場合、大幅な改修が必要であった。しかも、球場建設の経験のない住宅建設会社が設計、施行になったため、日中は、 日差しがプレーに支障をもたらす難点があって、プロの本拠地としてはふさわしくないという見解が一般的であった。それに、東大門野球場の閉鎖と撤去に伴い、これまで同球場で行われた天球界の大会のほとんどをこの球場に移して開催することになるにつれ、プロのチームが本拠地として定めると日程の調整の難しさを極めるのは目に見えるほど確かであるため、 当分の間プロ球団の本拠地としてプロ野球の試合を開催することは難しいと思われていた。しかし、センテニアルインベストメントがこの球場の本拠地仕様を球団創設の前提に強く主張したため、アマチュア野球の大会と2008年から韓国プロ野球に参入したネクセンヒーローズの試合の両方を開催するようになった。東大門野球場の撤去と同時に、東球場は 総流紙が53億本をかけて、回収に着手して、人工芝と客席の張り替えなどがなされた。3月のオープン戦から、プロ野球の試合が行われ始めたが、懸念した通り、2008年シーズン途中の4月に、ヒーローズ主催のプロ野球試合と、大韓野球協会主催の大統領杯全国、高校野球大会、5月に、清流期全国高校野球大会の日程が、 衝突してしまった。これは、韓国野球委員会が日程を発表したとき、まだ解散されていなかった現代ユニコーンズの、水原球場での主催試合の日程をそのまま、ヒーローズの日程に当てはめたためである。このため、ヒーローズの2008年の主催試合は、黄金四季大会の時期は、対戦相手の本拠地に試合会場を変更し、大統領杯と清流期大会の時期は、 急遽チェジュに移していった。8月に行われる、鳳王大気大会は、韓国プロ野球リーグ全体が8月下旬まで、オリンピック休みに入ったため日程の衝突は、なくなった。しかし、鳳王大気大会は現代ユニコーンズが去った後、空いていた水原球場で開催された。2009年は、高校野球大会の日程と調整して、試合日程を作成した。は、 アイスホッケー用のリンクや、リトルリーグ企画の野球場などがある、総合運動場となっている。この球場で、ホームのネクセンヒーローズが三塁側を使用し、ビジターチームが一塁側を使用する。2016年以降、ネクセンヒーローズが、韓国発のドーム型野球場、公爵スカイドームを本拠地としたため、アマチュア野球中心の球場となる。 高校野球の主要大会の一部の試合は、公尺スカイドームで実施されている。なお、ネクセンの二軍主催試合、2018年に発足した、コリアドリームリーグの試合が開催されることもある。外野フェンスのすぐ向こう側に、自動車専用道路が走るため、外野席が、ポール際付近のわずかな席を除くとほとんどない。このため、ホームラン打球が、 道路上の自動車を襲うのを遮るためガイアフェンスに沿って高いネットが設置されているのが特徴。ガイアフェンスと自動車道の間にはブルペンが設置されている。グラウンドは内野に土、外野に天然芝だったが、改修の際ロングパイル人工芝に張り替えられた。球場の回収及びウリヒーローズの使用が急に決定されたため、観戦に来た観客のための施設の拡充までは、 手が届かない状態でプロ野球の試合を開催した。また周囲には飲食店やその他の商店が少ない。球場内の通路には飲食物などの売店の他にヒーローズの野球グッズショップもあった。ありがとうございます。